横瀬康史重は戦国時代の武将、横瀬氏七代当主。文明十八年、横瀬影重の長男として誕生。大英三年に武蔵国での須賀合戦で、父、影重が戦死したと伝わり、この際に対茂も負傷したが生存し、家徳を相続して当主となったという記録がある。しかしこれは横瀬氏による資料解釈の誤りで、 実際のスカ合戦は、交渉元年、戦死したのは、大茂の祖,祖父、佐国とされ、家督相続も、祖父の国、茂のことである。岩松正隅に仕え、筆頭画廊として、戦権を振るった。このため正隅によって、排斥を企てられたが、安氏主義は逆に、正隅を殺害して、その着難である史順を、岩松氏の新党首に擁立し、なおも戦権を振るった。 天文十四年、下屋国民部合戦で戦死した。去年六十、あと、着南、聖シゲルが継いだ。大茂の時代に、岩松氏は事実上横瀬氏の区靴と化し、横瀬氏は、実質的に、戦国大名家を果たした。古、聖シゲルの第二は、詩順を殺害して、金山城を奪い、横瀬氏は、揺らしと改正して、明日とに自立し上の国の国人として、 関東戦国史において重要な存在となっていく、横瀬国爪のことも言われる、由良文書、群馬県史。ありがとうございます。